こんにちは。今回ご紹介しますのはこちらです。ヤマハの KX493 というデッキなんですけども、これは1990年代後半から2000年代にかけて生産されていた機種になるんですかね。カセットデッキとしてはほぼほぼ末期のデッキになるかと思います。さてこの KX493 なんですけども、結構やっちゃってるんですよね。以前ソニーの 222ESA で超絶カスタムされたデッキを紹介しましたけども、まさか同類のデッキが現れるとはね。さらには少し前にカセットデンスケの D5M のカセットデンスケですね、あれがキャノン端子仕様になっていたりですとか、魔改造デッキとしてはこれで第3弾になるんですかね。はい、ということで、魔改造シリーズ第3弾ということで、今回このKX493 を紹介するんですけども、KX493 は今回初めて紹介しますので、まずは簡単にこの493の概要を、紹介してから、肝心なこの、今回の答えの中身ですね、紹介していきたいと思います。それでは参ります。はい、こちらがヤマハの KX493 です。詳しい製造年はあまり詳しく分かっていないんですけども、おそらく1997年とか98年頃から生産が始まって、2000年代中盤ですから2005年くらいまで生産されていたんでしょうかね。はい、まずはこの KX493 の外観と装備を簡単にご紹介していきましょう。こちらフロントフェイスですね。やはりヤマハのオーディオ機器ってスタイルが美しいですよね。あとはこのチタンカラーですね。これもヤマハの象徴です。この493もしっかりと、これもチタンカラーという名称で販売されていたんですかね。昔のこれまでのヤマハのデッキともう変わらない感じの色ですね。あとですね、493になってこのフロントパネルの形状がね、少しなんて言いましょうか、特徴が出まして、この辺あとこことかね、ちょっとへこんでますよね。こう、横から撮影した画像ですと分かりやすいと思うんですけども、この、くぼみと言いますか、このアクセント、これが入ったことでなんかすごく引き締まったデザインになっていますよね。この一つ前の機種になるんですかね、KX580 ですとか、あと KX690 ですね、ですと、ここのへこみはなくて、こうなんて言いますか、こう手前に向かってこう R を描いているような、そんなデザインになっているんですけども、そちらはそちらでいいかなという、この580、690と比べてこの493、こちらの方がやはり引き締まった感じがよく出ていていいですね。はい、前面をアップで見ていきます。まずは左側ですね。電源ボタンがこれです。これは間接式ですね。スイッチに直接ロッドがつながっているものではなくて、ここタクトスイッチになっています。こういうふうに、普通にボタンを押したような感覚なんですけども、電源コードを挿すと、いわゆるスタンバイの状態になる設計ですね。はい、そしてカセットホルダーは手動式ですね。でこの世代、690からなんですけども、この世代のヤマハのデッキはですね、結構ねこのカセットホルダーがグラグラなんですよね。ここがねちょっと安っぽさがねだいぶ出ているなというところで、ちょっと残念な部分なんですけども、はい、このリッドはね、ここもちゃんとチタンカラーで、はい、続いて真ん中にあるメーターですね。メーターはオレンジと赤色に光るピークレベルメーターとなっています。はい、このようにメーターが振れます。ドルビーマークが、マイナス1のあたりについていますね。ですから 0dB が250nW で、マイナス4が 0VU160nW ですね。このスケールになっています。カウンターは普通の4ディジットカウンターです。はい、続いてメーターの下ですね。ここです。ボリュームですとか、あとノイズリダクションの操作関係ですね、ここに隠れています。
はい、これもヤマハの象徴的な装備だと思います。初代 K1 もこのこうやってパネル、この開閉式のパネルですね。やっぱりこれがついてるとヤマハのデッキだなと個人的には思うところですね。はい、で、中にスイッチがたくさん並んでいますけども、はい、カウンターのリセットボタンで、あとリピート機能もついています。ここにリピート再生のモードを選択するボタンがありますけども、カウンターの0から指定した位置まで区間リピートするか前編をリピートするかの2つのモードですね。そして、隣ですね、このボタン、オートチューニングと書いてあります。このデッキオートチューニングを搭載しています。はい、で、オートチューニングのボタンの下のあたりですね、バイアスアジャストとプレイトリムとありますね。この世代のヤマハのデッキといったらオートチューニング、バイアスアジャスト、プレイトリム、この3点セットです。プレイトリムは再生しているときに攻撃がちょっと足らなかったり、もしくは出過ぎていたりするときにこれで調整することができます。このプレイトリムは非常に便利な機能だと思います。パイオニアだと自動で調整する XD フラットでしたっけ、フラットシステムかな、がついているんですけども、このヤマハは手動で調整することができます。手動の方がね使いやすいです。はい、でバイアスアジャストは録音時に手動で、まあ、攻撃の調整、まあ、バイアス調整なんで、まあ、ちょっと詳しいことは割愛しますけども、バイアスを調整して攻撃を調整します。でオートチューニングもついていますから、オートでもマニュアルでも調整できます。これがこの世代のヤマハの大きな特徴ですね。そしてこっちですね、ノイズリダクションのボタンがここです。ノイズリダクションはドルビーの B タイプと C タイプを搭載しています。そして最後は録音のボリュームですね、バランス調整とレベルの調整です。あと一つ忘れてましたけども、ヘッドホン端子ですね、ヘッドホン端子ここです。まあこれはどうかな、まあ、やっぱ隠れているのでヘッドホン使うときはここを開けないといけないんで、まあ、ちょっと人によっては使いづらいかなと感じるかもしれません。あとさらにはここジャックを挿して、結構このつまみがね小さいのでちょっと調整しづらいかもしれないですね。はい、まあヤマハのデッキはどっちかというと結構つまみの大きさ小さいことが多いんですかね。やはりデザインを重視してるっていうこともあると思うんですけども、なので操作性に関してはまあヤマハはちょっと他社と比べると一歩劣るところがあるんじゃないかなと思いますね。はい、そしてデッキの前面の一番右ですね、ここに操作ボタンがあります。まあこの配置は690580と一緒ですね。イントロスキャンは初めから終わりまで順番に曲の頭だけ再生していくモードと、あと逆順でイントロスキャンしていくという機能もあります。あとはサーチですかね、サーチ機能、頭出しですとか、曲の頭出し、まあ、サーチ機能を使いたい場合はここのボタンを押しながら巻き戻しか早送りボタンを押します。で、493はここがへこんだデザインになっていますので、こうなんて言ったらいいのかな、ボタンのこの配置、このへこんだ部分だけこのボタンがね奥に行かないようにここだけねちゃんと揃えてあるんですよね。なんでここがなんか後付けしたようなそんな感じのデザインになっているんですけども、はい、まあこれは493の特徴ですかね。580690にはこういう処理はありません。はい、外観と装備の紹介の最後、ヘッドの部分を見ておきましょう。はい、ヘッド部分はこのようになっています。超オーソドックスなワンウェイの2ヘッドです。6歳ヘッドはハードパーマルイですね。マイクロスコープで表面を見るとコアの層がはっきりと見えます。まあ、見た感じ6層のコアだと思いますね。まあ特に何の変哲もないハードパーマルイヘッドだと思います。でですね、先ほどオートチューニング機能がついてると紹介しましたけども、ご覧のように2ヘッドです。2ヘッドですので物理的に録音同時モニターができません。ですけどもオートチューニングがついているということは、テストトーンを録音してから自動で
巻き戻って再生して信号レベルを確認するという動作があります。2ヘッドのオートチューニング機の特徴的な動作ですね。さあでは KX493 の紹介を簡単にしたところで、今度は音を聞いていただきたいと思います。自己録再と他のデッキで録音したテープの再生2通りで流していきたいと思います。自己録再で使用するテープですね、今回は、まあ、ノーマルテープはいつも通り RTM のテープですね。はい、そしてハイポジはちょっと新しめの SA、 まあ新しいといっても1992年の SA なんですけどもね。はい、そして MA ですね、メタル MAEX です。まあこれはまあ皆さんもご存知かと思いますけども、まあ最後のメタルですね。はい、これを使います。であと他のデッキで録音したテープですね。これが TIAC の V8000S で録音したテープ、あの例の曲の別バージョンの曲が入っているテープですね。はい、そしてもう一本、こっちは C3X で録音したテープ、これはね、シャカタクモドキの曲が入ったテープですね。この2本他のデッキで録音したテープですね、これも再生してみたいと思います。念のためもう一度お伝えしておきますが、今回の個体は純正ではありません。ガツガツにカスタムされた個体ですので注意してください。でちなみに純正の493の音を聞いたことがありませんので何とも言えないですけども、純正ですともっとのっぺりした音になるのではないかなと思います。ちなみに KX493 の定価は3万8000円だそうです。
さて今回の KX493 サムネイルの画像にもあったように詳しい方が見るとなかなか変態な状態になっているのがお分かりいただけたかと思います。ではその全貌を見てみましょう。キャビネットを開けるには左右2箇所ずつのネジと背面に1箇所ネジがありますので合計5本のネジを外します。そうするとキャビネットを開けることができます。では開けていきましょう。オープンザキャビネット。さあ内部が見えてきました。なかなかすごいことになっています。純正状態の写真を見なくてもこれはやっちゃってるなと一発でわかるほどです。はい、もともと KX493 の中身はかなりシンプルです。基板はこの大きなメインの基板が1枚で、メカトランスと本当にこれだけです。まあ、あとはこれフラットケーブルですね。まあ、これは時代を象徴する、ね、1990年代後半から2000年代のカセットデッキによくついている部品ということで、まあ、これが使われていたら、まあ、ほぼほぼ末期のデッキかなと思います。では各所を順番に見ていきましょう。はい、まずは電源トランスですね。電源トランスのサイズはまあこのクラスのデッキでしたら大きくないですね。で、この電源トランスの裏側ですね。はい、ここにこれ見るからに後付けされた部品ですよね。インダクターがついています。これはノイズフィルターに使っているインダクターですね。ちょうど電源コードの近く、このデッキはコネクターで刺さっていますね。この近くにノイズフィルターのインダクターをつけているようです。はい、次ですね。こちらに行きます。はい、何やら怪しい基板がついておりますね。もともとこんなところに基板はありません。はい、これはですね DC サーボモーターの制御回路ですね。駆動回路。はい、キャプスタンモーターですね。キャプスタンモーターが、このメカの場合はここについていますね。はい、これがキャプスタンモーターですもともとこのサーボモーターはですねスピード調整用にこのケースの裏側というか背中にスピード調整用の穴が開いています。まあ、そこにドライバーを差し込んで中のトリマーを回してスピードを調整するんですけども、そこからケーブルがなんかニョキッとニョキニョキニョキッと出ていますね。でこれがこっち、この基板に、怪しい基板につながっているわけですね。でスピード調整は青色で四角い部品、これ半固定抵抗ですね。かなり高精度に調整できる半固定抵抗ですね。まあ、こうやってスピード調整の可変抵抗を表に出してくると確かに調整はしやすいですね。はい、さらにここにも怪しい部品、白くて四角い部品ですね。これはセメント抵抗器ですね。1オームの抵抗を2つ、これを直列につなげているそうです。でこれをサーボ回路、まあ、これですね、トランジスタのような形をした、これ制御用のIC ですかね。はい、サーボ用の IC なんですけども、この出力のところに、この抵抗器をかませてやるとワウフラがなんと少し改善されるようで、実際にメーターで測ってみました。するとですねちゃんと効果があるんですね。はい、まあだいたいどうですか、 0.005% からまあ最大 0.01% くらい減ることが確認できましたね。いやーこれはね本当に効果があるとは驚きですね。これちょっと真似しようかな。はい、こちらが KX493 のメカです。といってもいろんなデッキに使われている汎用タイプのものですね。こういう動作音が特徴で、モーターが2つとソレノイドが1個のタイプのメカですね。続いては電源回路です。ここが今回の見どころになると思います。もう原型をとどめていないような感じですよね。ではですね電源コードをコンセントに差し込んで通電させてみます。はい、この赤色にまぶしく光っているこの怪しい光、
これはですね、 LED をゼナーダイオード代わりに使っているそうです。まあ、こうすることで電源からのノイズを低減できるそうです。で、この LED をいくつも直列に接続しているので、まあ、このように LED がたくさんついているわけですけども、直列につないで、任意の電圧を取っているためだと思います。で、電解コンデンサーはルビコンの ZLH ですね。まあ、電源用としては定番でしょうかね。自分もよく使います。はい、そしてこちら側から見ると、電解の近くに基板が垂直にホットボンドで固定されていますね。これもノイズフィルターですね。あのインダクターと抵抗で組んだ、RL の回路のフィルターですね。はい、そして今度はこちら。これはね、秋月電子さんが出している低電圧回路のモジュールですね。これをメカの電源に使っているそうで、まあ、特にサーボモーターの制御に影響してくる部分だと思います。あの、もともと 12V でサーボモーターに供給されるんですけども、これを安定化するためにこの回路で 10V に落として、でさらに安定させた電源をサーボモーターに送って、走行安定性を、まあ、増しているというわけなんですかね。なかなかこのモジュール精度が良いとのことで、はい、興味ある方はぜひ秋月電子さんのホームページ見てみてください。はい、まあということで、電源がですね、このデッキもうこれは変態カスタムと言わざるを得ないくらいに強化されています。はい、そして電源だけではなくてですね、アンプもかなりやっております。はい、ここ RCA 端子の部分ですね。ここにもインダクターと抵抗で組んだノイズフィルターがついていますね。左側と右側で1組ずつで入力と出力があるので4組ついていますね。これが6歳ヘッドの配線ですね。ここより画面奥側が録音アンプ、手前側が再生アンプです。まあここもいろいろと部品が変わっていますね。はい、ちょっと録音側から見ていきますか。まずこの大きなマイラーコンデンサー、これ容量がちょっと見えづらいかもしれませんが334と書いてありますんで 0.33 マイクロファラットですね。まあここはもともと電解コンデンサーがついているはずなんですが、マイラーコンデンサーに変わっています。まあフィルムコンデンサーの方が電解よりも特性は良いと言われますよね。まあ、自分も電解からフィルムに置き換えることもまあまあやります。1マイクロファラット以下だったら部品もフィルムコンデンサーの部品も安く手に入るのでやりやすいですね。はい、そしてこっちですね。これニチコンの KZ ですね。で、すぐそばに録音レベルのトリマーがあって、でオペアンプですね。オペアンプ、新日本無線の4558ですね。まあ安いオペアンプがついています。まあオーナー様によると、あえてオペアンプはそのまま使っているとのことです。まあ、もしこれをね、もう少しグレードアップしたら変わるかもしれないですよね。はい、続いて再生系の方を見ていきましょう。まずこれ、抵抗がこれ変えられたような跡ありますよね。まあ、これ定数変えているそうです。まあ、この辺はオーナー様がいろいろとアレンジをしていますね。はい、で積層セラミックのコンデンサーがさっきからたくさん映っていますけども、もともとフィルムだったところを積層セラミックに変えたり、電解だったところを積層セラミックに変えたりだとか、まあ、そういったコンデンサーの置換ですかね。はい、いろいろとやっておりますね。でさらに手前に行きますけども、はい、何やら黒くて米粒サイズの部品がついていますね。まあ、もともと電解コンデンサーがついていた部分なんですけども、これが PML キャップというルビコンから販売されているコンデンサーです。日本語で薄膜高分子積層コンデンサーと呼ぶそうです。このコンデンサーは最近知りまして、でルビコンさんのウェブサイト見てみるといろいろと解説されているんですけども、この PML キャップはオーディオ用のコンデンサーとしても最適ということで、電気特性も非常に安定している他に、磁性体を一切使っていないそうなんですね。磁気を帯びたり発したりする材料を一切使っていないということで、カセットデッキのチューナップにはちょっとだいぶ歓迎できそうなコンデンサーかもしれないですね。これもちょっと自分のデッキをいじるときに取り入れてみようかなと思いました。
再生系のオペアンプですね。ここは2043が使われていますね。これはまあまあいいオペアンプだと思います。で、ここですね、オペアンプのすぐ近く、これ K だから FET ですね。これは何の回路でしたっけ。なんかなんとなくバッファーのような気がしますけどね。まあついている位置からおそらくオペアンプの出力のところについているんだと思います。はい、そして、再生アンプの右側ですね、ドルビーのマークがついた IC、 ここがノイズリダクションの回路です。日立製の IC ですね。で、ここに紫色の電解コンデンサーがついていますね。これ OS コンです。まあ付き方からしておそらくデカップリングですね。はい。で、PML キャップがここにもあって、で、この水色の四角いコンデンサー、これは日清電機製の積層フィルムコンデンサーですね。これは大阪にある強力エレショップさんで販売されていますね。もちろん通販で買えます。でここが、テープチューニングテストトーンオシレーターと書いてあります。ここでオートチューニング用の信号を発生していますね。ここですね、ドルビー SNR と書いてあって、部品が何も実装されていないんですけども、この基板はですね KX580 と共通の基板です。ですから 580KX580 になるとここにドルビー S の回路がつきます。最後はここですね、ヘッドホンアンプです。ここですね、オーナー様によるとまだまだ途中かけとのことで、RL のノイズフィルターがまたついていて、でいろいろ抵抗も変わっていて、定数も多分変えているんでしょうね。まあ、あのヘッドホンで聞く機会が多い方は確かにこういうヘッドホンアンプの回路をいじると良いかもしれないですね。はい、今回は魔改造変態カスタムなヤマハの KX493 でした。いやー、なかなか刺激的でしたね。まあいいか悪いかは置いといて、本当にやりすぎていると思います。あのこのデッキ定価3万円台ですからね、3万円台のデッキがここまで化けるとは本当に驚く以外にないです。まあただこの KX493 純正状態でも音はそんなに悪くないと思います。まあ、オートリバースなしで2ヘッドで本当にオーソドックスなデッキなんですけども、まあ、オートチューニングですとか、あとプレイトリム、バイアス調整、まあ、こういった機能もついていますので、あとオークションでもそこそこ数を見かけますし、価格もそれほど高くありませんので、まあ、入門用のデッキとしてはこの KX493 おすすめできるかなと思います。あの2ヘッドですけども、あの全然音はめちゃめちゃ悪いというわけではないので、ぜひちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということでこの KX493 ですね、今回メンテナンス、あのメーカー部分をメンテナンスさせていただいたんですけども、まあ普通でしたらこの手のデッキは見てもらえないですかね。はい、まあ自分の場合は全然あのウェルカムなんで、まあむしろねこういうデッキに興味がありますんで、まあ、あの実機を見て、ノウハウをパクるじゃないですけども、まあいろいろと参考にさせていただいて、まあそれを自分が所有しているデッキに生かそうかなと、そんな風に思います。まあ、あの自分が所有しているデッキ以外にも、あの電気系のメンテナンスでこういったノウハウ活用できると思いますんで、まあ、こんなことができてしまうのも、うちのカセッターズの強みかなと思いますね。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。